ユナイテッドサポーター部頑張れ鹿児島アスリート、ユナイテッドサポーター部ユナプラ。鹿児島ユナイテッドサポーター部ユナプラです。今日は鹿児島県サッカー協会久留米浩二先生とお届けしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、はい、鹿児島ユナイテッド SC は今年はとても残念な、ね、シーズンになりました。はい、残念ですけど、うん、この経験がきっと将来生きると思います。本当にそうです、うん、これから長い歴史がある鹿児島ユナイテッド FC にとってこの1年がものすごく大きな1年になると思うんですよね。そうですね、 J リーグができて26年ですよね、うん、はい、まあ、J2 に上がって1年ですから、まあ、それを考えるとまだまだこう長い期間で J2、うん、J1 っていうのをきっと成し遂げてくれると思います。本当に、うん、一回この悔しさを味わうことでこの悔しさがね大きな意味を持ってくると思うんですよね。倍になって帰ってくると思います。本当に本当に J1 までボーンって上がれるようなそのぐらいのね、うん、悔しい思いを来年はぶつけましょうよ、みんなで。ですよ、ね、1年で上がらないと本当、うん、そうですよ、ね、今日ですねいろいろ更新が出まして、金監督の契約更新発表されました、はい、来シーズンも一緒に戦っていただけるということで、コメントにね J3 へ降格することになり韓国としてその責任を痛感しています。来年度は J2 の舞台に1年で返り咲く明確な目標のもと再び戦いの現場に立てることに責任感と使命感を強く感じていますと答えております。期待します。そうですね、うん、そして牛の浜拓選手、枝本雄一郎選手の契約更新も発表されました。さらにですね嬉しいニュースが田中修斗さん、富成慎二さん、元選手ですけれども鹿児島ユナイテッド FC のクラブスタッフ就任に発表になりました。なんか嬉しくないですか、こう他県から頑張って、うん、鹿児島で頑張ってくださった選手がこうして鹿児島に残って鹿児島のために頑張ってくれるって嬉しかった。やっぱり自分の悔しさをまた立場を変えて、うん、若い選手若い子供たちに指導をしながらやっぱりユナイテッドのために頑張ってくれるっていう気持ちは非常にありがたいですよね。本当にありがたい、うん、また一緒に頑張れるんだっていうね、そう嬉しさがきっとサポーターの皆さんもあるんじゃないかなと。鹿児島が好きなんじゃないですか、きっとね好きになってくれたんだと思う。ですよね、ねえ嬉しいですよね。ですね、共に戦いましょう。またね、はい、ぜひ頑張ってほしいです。そうですね、うん、ここからはですね先日契約更新を発表いたしました藤沢憲孝選手のインタビューをお届けしましょう。どうぞ。ユナイテッドサポーター部ユナプラです。今日はですね鹿児島ユナイテッド FC のこちらの選手にお話を伺っていきたいと思います。では自己紹介お願いします。背番号15番藤沢憲孝です。よろしくお願いします。お願いいたします。今シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。 J2 元年ほろ苦いシーズンになってしまいましたけれども、シーズン振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、チームとしての目標も、達成できず、まあ、個人としての目標も達成できてない状態ですごい、苦しくて悔しい1年になりました。なんかその悔しさってどうやってこれから話していきますか。まあ、僕たち選手はもう、まあ、来年のピッチで表現するしかないできないんで、まあ、それを今からまた準備していくだけです。もうすぐ来シーズン始まると思いますが、来シーズンに向けて個人的にどのようなところを強化していこうと思いますか。そうですね、やっぱり持久力、キレのある動きをいかにこう90分近く持たせることができるか、ちょっとこう今は力を貯めとこうかなって思うことがなく、それを常に発揮しつつ、それを90分できるような体作りをしていきたいなと思ってます。やっぱり去年と J2 って全然違いましたか。最初はもう勢いでいけたんですけど、まあ、中盤ぐらいになってくるにあたってすごいこうそれだけではいけない部分が出てきて、で、まあ、相手も対策してきますし、で選手一人一人の圧質であったりもそうですし、圧も質もやっぱり一回り高く感じている中で、いかにこう自分が何ができるかっていうのを常に問いかけてやってました。フィジカルの面ではすごいもう序盤からずっとフィジカルは強化していたシーズンだったと思いますが、そのフィジカルに関してはちょっと変化ありました。
そうですね、まあやっぱりどうしても試合もしながらトレーニングもしながら負荷もかけながら戦った1年なんで、やっぱり難しい、コンディション的にも難しい、1年間通して難しい部分は多々ありました。やっぱり1週間その試合に向けて臨むにあたって疲労が取れてないことが多々あったんで、やっぱそこの部分ので、まあ僕個人もちょっと怪我して抜けちゃった時期もあったんで、そこは本当に個人としても反省しないといけないなと思ってます。2020年の目標を教えてください。今年感じたことを来シーズン、ピッチの上で発揮して、見てるくださる皆さんに、あ、やっぱ藤沢だなって思ってもらえるようなプレーをしていきたいなと思います。来シーズンも楽しみに応援してます。藤沢選手頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。